ハイポネックススマイル。色が淡くて可愛い。このトゲトゲした感じ、バラですね。これちょっと手前かな。できたー、かわいい。リキダス植物用活力液。元気になーれ。植え付けから1ヶ月後くらいからこの常在肥料ですね。はい、バラはうどんこ病が出やすいので予防とそして治療も大事ということですね。バラ園がこのサイズでやってきた。